どうもチャンネルレトロキッズへようこそ、鉄尾キッズです。さあ今回はこのチャンネルではちょいちょい登場しておりますスパイの秘密道具系プラモデル、こちらスパイアクションシリーズ秘密ペンダント。それではレトロキッズスタート。レトロキッズ、さあこちらがスパイアクションシリーズ秘密ペンダントのパッケージ。左上にスパイアクションシリーズのロゴが載っております。まあちょっと違いますが、字体からしてスパイ大作戦を意識してるんでしょうか。トランプ柄のデザインが非常におしゃれなんですが、まあトランプだとスパイっていうかマジシャンじゃない。こちらを作っていたのはモデラー社さんというメーカーさんですね。ごめんなさい、正直一回も聞いたことない会社ですね。検索してみてもこのスパイアクションシリーズ以外一切出てこないんですよね。他にはどんなキットを作ってたメーカーさんなんでしょうか。そしてこの秘密ペンダントを持っている手前2人がスパイなんでしょうね。いやめちゃくちゃいい表情してますね。ただどこ見てるか全然わからない眼差し。そんでこっちの人めっちゃ笑顔、うふふふふふふ。そんな感じでペンダントから弾丸を発射してますね。たくさんの銃を持った男たちに追われているということは、敵のアジトに潜入していたのがバレたんでしょうかね。銃を持った男たちに対して2人ともペンダントで応戦。っていうかこんなオソロのでかいペンダントをしてたからバレたんじゃないでしょうかね。ペンダントから2連発の弾丸が飛び出す。2連発で弾丸飛び出してますね。まあ自分の中指の指先も吹っ飛んでるような気はしますけどね。さらに裏側に目つぶし反射鏡が隠されている。これですね、裏側の目つぶし反射鏡。まあ隠されているっていうか裏側が鏡になってるだけなんじゃないかな。いやでもめっちゃ効果あるじゃん。いや鏡ぐらいでそんなひるんじゃダメだよ。悪の組織かなんかでしょ。向いてないよ。つうかそもそも鏡なんだからこっちから照らさないと光らないからね。そしてさらにサービス、絵合わせカード。いやまあ絵合わせカードはいいよ。サービスって何？サービスってその内容じゃなくて気持ちの問題なんじゃない？もともとそういう内容のキットなんじゃないの？サービスで何かが入れられてんのかな。プラモでそんなことある？行きつけの定食屋さんとかじゃないんだから。そして箱の側面、スパイアクションシリーズ3点シリーズの絵合わせカードを集めるとスパイ大作戦の絵ができます。あ、やっぱりスパイ大作戦なんだ。ちょっとごめんなさい、憶測で物言いますね。絶対許可取ってないでしょう。そしてこのシリーズのその他のラインナップ、秘密ペン、ペンから弾丸が飛び出す。まあまあこの辺はスパイ系のやつではよくありますよね。そしてその次、キャップが三段式に飛び出しサーベルやムチになる。いや本当？ペンのキャップが飛び出してサーベルにもムチにもなんの？そんなことできる？もうそんなのスパイじゃなくてマジシャンの所業じゃない？それでなの？だからここトランプだったの？そしてお次は秘密メガネ。メガネの右縁から弾丸が飛び出す。そして左縁からジャックナイフが飛び出す。大丈夫？これはしゃぎすぎじゃない？特に左縁、ジャックナイフ、自分が危ないだけじゃない？さあそしてこちらが秘密ペン。弾丸は飛び出してるけど無知にはなってないよね。そして秘密メガネ、弾丸が飛び出してジャックナイフがそう飛び出ますか。ちょっと予想外すぎたんだけど、これメガネかけようとした時に自分の手切るだけだよね。そしてメガネのフレームの上のところちょっとポチってなってるけど、もしかしたらあれ押しちゃったらもうジャックナイフ飛び出ちゃうのかな。自分が危ないっていうのもあるし、
そのポチってなってるのが見えちゃってたら、ちょっと秘密メガネの秘密ダダ漏れしちゃってるよね。君メガネの上のところちょっとポチってなってるけど、それ何って言われるよねこれ。さあそんな感じのスパイアクションシリーズの秘密ペンダント、一体どんなキットなんでしょうか。箱を開けてみましょう。オープン。さあ中に入っていたのはこんな感じ。まずパーツに絵合わせカード、反射鏡に説明書。さあまず絵合わせカード、こちらパズルみたいなものでしょうかね。これはおそらく秘密ペンですね。まあ3段に伸びてサーベルというか警棒のような、そういった武器でしょうかね。やはり無知にはなっておりません。そして弾丸が飛び出すんですが、そっちから出るの？あれ蓋の方だよね。蓋から出るんだ。蓋のこの小さなスペースの中のどこに弾丸が仕込まれてるんだろう。そして秘密ペンの弾丸には誰も当たってないみたいですね。そして敵のこの人は銃を持っていたのに、なぜこの棒に負けたんだろう。そんなに長くない棒。続いてこちらが反射鏡。まあ反射鏡っていうか普通に銀色のシール。このシールの反射でこんなにやられる？そしてこのシールを敵に向けただけでこんなにドヤ顔できる？もうその辺がつぼっちゃってこんなにニコニコしちゃったのかな。そしてパーツはこんな感じ。金色のチェーンもついております。接着剤はチューブタイプ、あとスプリングも入ってますね。ペンダントの模様は結構かっこいい。そして裏側の反射鏡の蓋でしょうか、めちゃくちゃレトロキッズのロゴみたいになってますけど、もしくはキャプテンアメリカ、はい、弾丸ケースも入ってますね。サービスどれ？サービスが気になって説明書を隅々まで見たんですが、もうサービス一切出てこない。サービスって何？これ絵合わせカードがサービスってことなのかな。はい、サービス絵合わせカードっていうことなのかな。いやウフフじゃなくて。さあそしてこちら説明書、秘密ペンダント組み立て図。まあこの組み立て図、ひらがなで書いてると組み立てないみたいな意味に見えちゃうんですが、まあ組み立て図みたいなね、難しい漢字はちっちゃいキッズたちには読めないですからね。いや秘密の方が難しい。絵合わせカードの絵は秘密ペンダントと違ったものが入っております。他の2点を集めるとスパイ大アクションの場面ができます。スパイ大アクション、いや箱の方にはスパイ大作戦の絵ができますとはっきりと書いてあったんですが、まあ買ってから箱を開けて中の絵合わせカードを見ちゃうと、あ、スパイ大作戦じゃないってバレちゃいますからね。だからここで、いやスパイ大作戦って言ってないですけどね、いやスパイ大アクションですけどねうちは、っていうことなんでしょうね。そしてこちらが中に入っている部品表。組み立てる前に部品を確かめましょう。まあ部品の前に部品表が部品費用になってないかを確かめてほしかったですね。そして組み立て図はこんな感じ。箱には書いてませんでしたが秘密ポケットがついてますね。まあキットの中には入ってないんですが、秘密文や写真を入れて遊ぶようですね。ん？これか？メガロマンと超高層ビルに書いてたポケット遊び。さあスパイだけにいろいろと謎の多いキットですが、作っていきましょう。まあパーツは少ないですからね、すぐにできると思います。こういうキットで弾丸の入れ物がついてるのは珍しい。このように弾丸が入ります。ペンダントの中はこういう仕組み。これどうやってつけるんだろうと思ったんですが、ここの部分めっちゃ柔らかい。すぐ曲がって取れそうだな。
ここの部分から開けれる秘密ポケット。この部分をずらすと反射鏡が出てきます。さあ、秘密ペンダント完成です。さあ、果たして弾丸はちゃんと飛ぶのか試し撃ちタイムです。さあ、というわけでこの方に登場していただきましょう。どうも、お久しぶりです。僕です。いや、ほんと毎度毎度でね、申し訳ないんですが、また彼にターゲットになってもらいましょう。さあ、まずは弾をセットして、ん、これでいいのかな、なんかあんまりカチってならない。あれ、こっちは止まらない。まあいいか。よし、それではミサイル発射。うん、飛ばない。いや、ちょっとカチッともならない。これはダメですね。ちょっと原因はわからないんですが、接着もしちゃってるので、これを直すにはまたかなり手間がかかっちゃいますかね。残念ですが、今回は弾丸発射ならず。いやー、悔しい。今回は僕撃たれませんでした。ざまあ見やがれ。さあ、秘密ペンダント見ていただきました。いかがだったでしょうか。いや、悔しいな。久々にターゲットの彼にも登場してもらったんですが、残念ながら弾丸を飛ばすことができませんでした。いや、まあ残念ではありますが、スパイの秘密道具としてではなく、ただのアクセサリーとして使うことしかできなくなりました。と思ったらね、頭でかすぎて普通にペンダントとしても入らない。まあそのうち修理してちゃんと弾が飛ぶようにしときます。といったところで今回の動画は以上でございます。楽しかったよって人はぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあみんな、明日もお仕事頑張ってね。 Thank you.